こんばんは。前回の続きからやっていこうと思います。ではやっていきます。いいっすよね、このログインボーナス。これ、7日間終わったら終わるのかなあ、これ初心者マーク。これは多分終わるんでしょうね。初心者マークついてるやつは。あ、ちゃんと来たね。えらいえらい。明日も忘れないでよね。こんだけくれたら。俺は友達。怖くなんてないよ。これは。誰だ、ジトーかな、立花兄弟と一緒にするやつかな、ちょっとわかんないね。このね、あと2時間とかはちょっといまいちわかんないんですよね。これは何なんだろう、ちょっと使いました、ここ。ちょっと、ね、やったんですよ。これでね、バッチマッチかな。あ、そうそう。で、これで6回でしょ。で、選んで、これで、このなんか、シューズの形のやつ、これを例えばこう持ってきて、60にすると、これが60減るんですよね。その代わり、なんかね、スキップできるんですよ。試合を。こうやって。これ60、ここは減るけど、減ったんですよね。まあ、そんな感じみたいですね。ちょっとね、で、さっきのとこ戻ったら0になってます。あら。ここほら。ここ。ゼロになってるでしょ。で、これがね、翼くんのね、星2と星3があって、カードで、こっちか選手でいいのかなで、わかんなかったんですけど、今は、詳細でスキルつけてるんですよ。最初ね、ついてなかったんですよね。これに変えたときに。で、付け替えないといけないんですよ。例えば、戻して、これにして、ないでしょ？そしたらね、これでスキルにして、で、今つけてるやつをつけるんですよ。自動にしたらいいのかな？あ、そうそう、自動に、例えばこれで、これ星2ですよ。自動にすると、今こうなるでしょ？で、外して、戻して、星3。で、これでスキルにして、自動。ね、こういう風に。で、例えば星2にするとこれがなくなる。これがなかったんですよ、ずっと。だからね、必殺技が出せてなかったんですよね。気がついてなかった。これでいいのかな？とりあえず。それと、あ、ミッション終わり。はい。ちょっとずつね、分かってきました。まだ時間かかりそうだけど。翼くん。こっちはちょっと関係ないんですよ。同じカード2枚はセットできないと思うんで。で、こっちの3の方がいいんですよ。星3になってるでしょ。で、星4にするのが、またなんかね、あって、どこだったっけ？進化かな？そうそうそう。それをするためになんか条件があるんですよ、これ。だからね、まず1、10、100、1000、5万でしょ。それとね、バッジがいるんですよ、この90。で、それを、今、90分の12でしょ。これを手に入れるのが、ここじゃないね。さっきのバッチマッチ。ボールは友達。怖くなんてないよ。ここで手に入れるんですよ。うん。で、これもう終わっちゃったから終わりって感じですね。これね、気がついてなかった。星2のやつしてもな、意味あんのかな？よくわかんないけど。とりあえず石崎くんはやっとこうかな。あ、交換所。これはね、ちょっとやりました。なんかね、ある一定数行くと、こういうのと交換できるみたいです。よくわかんないから、とりあえず交換はしてますけど、個々のこの、金色のボールのマーク使ったり、あと、まあ、この課金？これね、でもただでもらったやつですね。優勝と、ガチャ引くときも、これただなんで、書いてますよね、これ優勝。だからこう引けないんですよ。今課金チャージしてないからですね。こっちは引けると思います。あとね、これね、時間です。今無料で1枚引けるから、とりあえず引きますね。1回引いたら、また何時間後、あ、これは、なんかね、これもね、ウイコレと似てます。この、普通のボールは大したことないですよ。金色のボールだったらいいみたい。ね、あと4分経ったらまたタダで引きますよみたいな。さっきのやつ引きますか、とりあえず。これは、3000使ってやりましょう。おお、いいね。あ、でも藤崎君俺も、あ、森崎か。持ってんな。今の、星2でしょ。あの、カード生贄にできないのかな。そこら辺がちょっといまいちよく分かってない。お、いいね。あ、いいね。結構ね、星1の選手、星1より星2の方が良くて、2より3の方が良くてって感じなんで、まだね、星1の選手が結構いるから、星2の選手は嬉しいかも。あ、立花来たよ。お兄ちゃんか弟か知らんけど。あ、スカイラブハリケーン使えちゃうの？マジか。いやいや、2人いないとダメでしょ。あ、若島津来たよ。これヒューガ小次郎のところのキーパーですよ。いや、こっちの方がいいけどな。あ、はやぶさシュート。いや、石崎持ってるし。がむしゃらシュートも持ってたような気がするけどな。なるほど。知らない。お、いいね。なんかこうちょっと戻して、あのチケットは何するんだろう。何ある？ないよね。終わりか。引いて、編成。ちょっとね、今選手手に入ったでしょ。ちょっと自動にしてみますか。ちょっとわかんないから。自動編成。おお、いいよ。あ、翼くんここに。あら、石崎ってフォワードだったっけな。怪しいけど。キーパー、ミッドフィルダー、はいはい。フォワード。あ、フォワードなの？ここら辺。ポジション違うところに置けないのかな？戻して。ポジション変えれないのかな？翼くんってミッドフィルダーじゃないの？フォーメーションちょっと、良くないんじゃないこれ。そうね、352とかなんないかな。ミッドフィルダーできないのかね。とりあえずこれで、あら、どうすんのこれ。とりあえずもう自動に一旦しといて。で、これで一旦保存して、戻して、選手見て、あれ？フォワード？フォワードになってるね。変えれないのかな？司くんフォワードじゃないでミッドフィルダーだと思うんだけど、違うの？この、フォワードはフォワードじゃないとポジションダメってことなのかもしれないですね。あとね、この強化をすると、このレベルが上がっていきます。翼くんと、キーパーは上げたんですけど、この、森崎くん。これ、若島津よりいいんじゃない？こっちの方がね。星3になってるからですね。選手ちょっとだいぶ良くなったな。フィルダーじゃないの？ちょっとなんか思ったのと違う。すごいフォーメーションになってるんだけど、攻撃力重視みたいな。ディフェンダーがちょっと弱いね、これだと。れなんか見たことあるな、このメガネかけた子。とりあえず OK でしょう。ちょっと試合をしてみましょう。なんかね、ガチャが引けるみたいなんで、また引きましょう。どれかな？これか。あ、これ大したことないんじゃない？金色じゃないからね。OK よ。もう頻繁に引けるんだね。あと10分後とか。それはいい。試合しましょう。この街に来てよかった。面白いことが起こりそうな気がするんだ。そうだね。この街なら思いっきりサッカーできる気がするよ。ロベルトっていうんだね。ここだね。いける。みんな、今日のもう45000になってる。前回37000ぐらいだったから8000ぐらい上がったかな。あとね、スキルも覚えさせてるから。さあ、審判の笛が鳴った。早くしましょうか。出た、オーバーヘッドキック。やったよ、みんな。いつになったらドライブシュート覚えるんかな、これ。ミラクル効果。みんながチャンスだ。頼む。行くよ。すごいな。よろしくお願いします。早いな、みんな。くそ。何？やった。嘘みたい。いいよね。知らないなんて子もいるから。あ、オフサイドちゃんとあるんだね。すごい。俺はこれ、じゃあこっちか。そうだよね。だって、今見たら、ポゼッションあんま良くなかったんじゃない？あのね、前に4人いるんですよね。フォワード4人になってるんですよ。お願い！すごい。はやぶさシュート。みんながチャンスだ。行くよ。よろしくお願いします。早いな、なんかもう展開が。やった。嘘みたい。全然前回よりいい。やった、勝ったよ。やったよ。戻して、戻して。試合もしないんですけど、2人の天才サッカー少年、美咲くんでも来るかな。その前にね、ミッション終わったからちょっともらって、一括受け取り、で、選手にして、おー、翼くんいいよ。特訓ができる。これね、マークがつくんですよね。わかりやすくなった。で、次、強化。これはいいな、あげなくて。翼くんでしょ、石崎くんでしょ、フォワード、使用中になってる、ちょっと待って、フォーメーション、間違った。レベル3、これな、何？名前がわかんないな。見たいんだけど。ボールは友達、怖くなんてないよ。選手ス片面は誰が使ってるとかいうのはわからない。これかな？これだね。小田くん、ちょっとレベル上げよう。俺が決めるんだ。すごいな。俺が決めるんだ。これと戻して新田やったっけ？ちょっと開けよう。このタイミングだ。これ使ってるんですよね。このボールの形したやつを。いいね。ちょっとこれぐらいでやめとくか。こんな感じでレベル8。翼くんは18、石崎くんは17、あと森崎だったっけ？キーパー18。結構強いんですよ。本当はね、漫画の中だったら、このね、若島津の方が絶対いいんでしょうけど、3000でしょ。ちょっとダメです、これじゃ。使えない。やっぱこの、レアリティというか、これ上げないとダメなんでしょうね。次、そっか。一日も早くプロになりたい。だってそうすれば、一日中サッカーができるもんね。あとこれしかないか。これ条件は新田とかどういう条件なの？シナリオね。結構、最後だ。メインシナリオ12とか書いてあるから、まだまだ最後ですね。うん。翼くんはこれね、1の4。1の4か。次か。はいはい、OK。これね、一つ開くと多分、こう、それで多分この試合の、なんていうんですか、可能数が増えるのかなだと思います。やってないからなんとも言えんけど。面白いことが起こりそうな気がするんだ。シナリオをやりましょう。この街なら思いっきりサッカーできる気がするよ。選手のボール。頑張れ。もしかしたらこれオーバーヘッドキックでもいっちゃう？違うんだね。2人の天才少年ってこの2人のことか。美咲くんのが出てくるのかと思った。このね、漫画っていうかアニメが最初ね、放送されたのはいつかちょっとわかんないですけど、相当昔ですよね。そうやって考えたらね、これ漫画を描いてるときはね、日本弱かったはずですからね、今みたいになるとは思ってないですよね。天才ゴールキーパーの本気か。そうか、これが空いてないとダメなんだ。メインシナリオを3章までクリアして、なるほど、条件があるんだね。さっきの、わかった。どれだったっけ？これだ。バッチマッチの、条件。何度かなと思ったらこれ。これがね、今、多分イージーなのかな？で、これがハードで、ベリーハードみたいに、こう、開けていかないといけないんですよ。さっきのメインのやつ。これがほら開いてないでしょ。これを開けたらってことですよね。だから条件があったじゃないですか。ここ3章で、こっちは何章？ 1 章のハードを全てか。 OK だからこれをが、3章まで行って、これが開いて、今度これをハードを全部やってしまったらこれが開くみたいな。そしたらさっきの、バッチマッチの条件が開いて回数が増えるんですかね。だと思います。次はまたシナリオの天才ゴールキーパーの本気。次回はここからやっていこうと思います。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。